はい、こんにちは、深夜です。ディル・アングレイの2年ぶりの日本のツアーが、始まりまして、で今日が初日の川崎クラブチッタの楽屋からお送りします。はい、でですね、はい、今日はツアー初日ということで、このツアーグッズ紹介をお送りしようかと思います。で早速このお、これ何ですか？これはジグソーパズルです。おー、なかなかグッズにしては珍しい感じですね。なんか昔、はい、脈ぐらいの頃になんかで出したんですけどね。あ、そうなんですね。はい、500ピースです。これ500ピースってこの、まあ、最新アーシャの、そう、これが絵柄とかですね。結構もう黒と赤しかないんで、500ピースしかないけど、もう難易度は高めです。はい、まあ、やってないから分かんないですけど、なんか難しそうですね。確かに、まあ、皆さんツアーの新幹線の中とかで暇つぶしでやってください。はい、マフラータオルです。おお、かっこいい。まあ、これツアーではおなじみのおなじみですね、マフラータオルですね。はい、これはマフラーとして使えます。で、汗かいた時はこう拭いて、冬でも夏でもいつでも使える。使えますね、マフラータオル。はい、黒と赤でこれもあのロゴがいい感じですね。かっこいいです。はい、まあ、ライブといえば T シャツです。これ、お、もう着てますね。もう着てます。お、黒地に黄色いメンバーがいます。はい、京さんもいますね。あ、京さんいますね。ここに気づかなかったですね。ちょっとイラストっぽくなってるんですね、これ。そうですね。で、上にディル・アングレイとあって、なんかみんなゾンビみたいな顔になってますね。はい、後ろってありましたっけ？後ろは、あ、後ろは、あ、ちゃんと日程が入ってます。お、ロゴと日程がバーッと入ってます。はい、延期にならなければこの日程で行く予定です。いいですね。結構デカめですか？ワンサイズで。これはフリーサイズの1サイズしかないですね。ないというわけで大きめですよね、多分。ちょっと、はい、僕はゆったり着てます。ゆったり着てます。はい、はい、ではこのもう今では必需品となったマスクです。おお、それロゴが入ってるんですね。ロゴが、ツアーのロゴが入ってます。これ色が違うんですかね？多分会場によってなんか色が違うんで、詳細は調べてください。はい、まあ、僕も今これしてます、実は。あ、本当だ。いいですね。あの、さりげない感じのロゴで、はい、はい、とてもいいです。折りキーホルダーです。なんか布でできて、なんか水に強そうですね。あ、こっちはなんかラメっぽい銀で、はいはい、どっちが表か分かりませんが、どっちも表だ、これ。あー、なるほど。ツアーロゴとバンド名が、そういうことですね。あ、でも可愛いですね。やってます。サイズもなんか結構あります。20センチぐらいありますかね。結構大きめです。そんなありますか？おー、これ何ですか？これ何ですか？これはですね、ポケットティッシュケースです。ああ、おー、ティッシュ可愛い。これピンクですね。ピンク。ティッシュも入るし、ここになんか入れれますね。え、小物入れ的なのも。小銭も入るし、ここにお札も入って、ティッシュも入って、やばいっすね。もうこれだけで何ですか？1年 OK っていう。これがなんと、はい、6色も。6色ありますね。あります。結構金とか銀とかありますよね。はい、これ会場によって違うんですか？これは多分、銀以外は普通に売ってるやつです。銀だけ限定かもしれない。なるほど。はい、シルバー。ここみんな6色揃えて、はい、毎日月曜日はこれみたいな、はい、火曜日これ、はい、日曜は休みでみたいな、はい、タンブラーです。はい、いいですね。これはもうアイスカフェラテとか入れてもらって、はい、そうですね、このこれからの暑い夏にいや、もうぴったりの今今日食べちゃタンブラーです。雨で。これホットも入れられるんですかね、もしかして？あの、サーモだから多分そうと思う。ああ、はい、ホットを入れるとずっと温かいという。そうです。もう一年中使えるやつですね。はい、これは重宝しますよ。はいはい、はい、これはロンティーですね。ロンティーです。はい、これから寒くなってくるんで、まあ、ちょうどいいですね。ちょうどいいロング T シャツ。はい、で黒地に DESP
です。デスパレート、デスペレート、このやつですかね。で、この袖のとこにも何か入ってます。はい、入ってますね、はい。これ実は黒だけではなく、はい、この色もあります。あれ、すげえ着替えてますね。はい、早着替えで。これはバーガンディーっていう色です。バーガー？バーガーじゃないです。バーガンディー。バーガンディーです。まあなんかあれですかね、赤茶というか紫、紫でもないんですけど。小豆みたいな感じですか？そうですね。はい。こんなような感じです。ワインレッドみたいな。これ僕が着てるのがバーガンディー。いや違う、サイズがM です。M ですね。サイズ M です。で XL も。XL もっと大きめのもあります。はい、もっと大きめのもあります。はい。新屋さんちょうどいいですか？M。ちょうどいいですけど、まあ丈がちょっと短いかなって感じですかね、僕は。はい。まあでもこれからの時期はローディー多くなると思うんで、でね、はい、重宝しますね、はい。はい。色もいいです。はい。おお、ポーチだ。ミニポーチ。ポーチです。ああ。これ先ほどの袖にいた。あ、そうですね。女の子がここにもいます。本当だ。で裏だと？裏がこの DPS のロゴが入ってます。入ってますね。でこれを開けると物が入ります。物が入りますね。でもなんかペンとかも入りそうな感じの、ね、そうですね。サイズ感ですね。ピックとかね。ピックとか石屋さん使わないですよ。スティックとかね。スティックは入んないです。はい。はい、箸ですね。お箸です。と袋。そして袋もついてます。はい、これやっぱ今みんな割り箸を使わなくなってね。はい。こうマイ箸をみんな持ち歩いてると思うんですけど。エコで、はい、はい、これも袋もあって、はい、ロゴが、ロゴは見えました、はい、あ、ロゴとツアーの、はい、ツアー名と、はい、バンド名が上の方に書いてます、ね、はい、もう色もなんかベージュっぽい感じで落ち着いた、はい、和な感じがこれからの時代にぴったりのエコな、はい、箸セットです、はい、おお、これは消しゴムセットです。おお、もうこれちょっと見えないかもしれないですけど、この色ごとに動物の絵が描いてるんですね、はい、ちょっと見えないかもしれないですね。これはちょっと見えづらいと思いますけど、はい、ちょっとピントが、まあこれはちょっとじゃあご自分の目で確かめていただきたいですね、はい、5匹の動物が隠れてます。おで、ディル・アングレイのグッズって実は消しゴム出したことがなくて、今まで初ですか？そう、初の消しゴムです。お、5個もあるんでいっぱい勉強してください。そうです、ね、学生の方はなかなかなくならないですよ、5個あったら。これはクリップですかね。お、特大の。でかいですね。でかいですね。これはどういう風に使うんだろう。まあ、書類とか留めたり。しかもこんな可愛いですね、これ。モンスターの。モンスターの。ちょっとラバーっぽい感じですね。はい。はい、で、でかいクリップがついてると。はい。お、紙にも。紙いけます？お、おお、これはあれですね、ケーブルプロテクターだ。ケーブルプロテクターです。はい、要は携帯の充電器のライトニングとかの先っぽにこうカパッてはめる感じの、はい、カパッてはめてあそこがよく断線するのを防ぐやつですかね、はい、一応そうですね、プロテクターなんで。そうですね、はい、それはあのモンスターのやつで。5色セットですか？これは1個です。ランダムですか？ランダムでもないです。ああ、はい、優しいですね。これは優しいです。さすが、はい、まあ、ピンクが多分一番強いかな。目が3つあるんでそうなんですか。ラバーキーホルダーですか？ラバーキーホルダーです。おお、これも先ほどのモンスターがなんかクマをかぶってます。そうですね、配色が結構あれですね。例えばこれとか黒と黄緑、はい、黄緑っぽい感じで、なんかモンスターみたいな、はい、エナジードリンクの、はい、まあ、これとか、はい、ピンクと水色で、はい、キキララみたいな赤と緑で、はい、あのディル・アングレーのディケードみたいな。おお、確かに。青とオレンジで、はい、イソヒヨドリみたいなそれなんですか？いや、鳥紫と茶色で、はい、まあ、なんか見たことのない配色これもあれですか、はい、ランダムじゃないんですか？それランダムです。え、これはランダムなんですね。シークレットみたいなのもあります。え、もうプラス5個あります。え、どんなのが入ってるんですか？それはちょっと言えないです。あ、これはもう、はい、じゃ あの買ってみて出るまで分かんないんですか？そうです。ああ、はい、なんと、まあ確実限定ステッカーです。おお、これ開けていいんですか？開けていいですよ。今日のですか、これは？そうですね。おお、今日さんが出ました。ああ、なるほど。
ロゴと T シャツの柄ですかね、もしかしたら。あ、そうですね、はい。当たりがあるらしくて、それ僕もわかんないんですよ。それがもしかしたら当たりなのかもしれないし、通常わかんないです。え、それわかんないです、僕も。はあ、現状で、はい。もう今までの商品をまとめて入れれる、はい、入れれますね。トートバッグ、トートバッグです。おお、それもあのマスクとかの感じのちょっとシンプルなロゴ、ね、そう、シンプルなロゴの、いいですね、使いやすい感じ、はい、これはもうチャックもついてて、おお、めっちゃ便利じゃないですか。もう物も落ちません、逆さまにしても。そして、はい、なんとこの商品を会場で5000円以上お買い上げの方に、なんと、はいはい、ええ、この時計がプレゼントされるという。楽器になってますよね。楽器やらピックやらですよ、ね、スティックやら。ドラムはありますか。ドラムは6時に、あ、6時ありますね、はい、あ、捉えました、はい、反射がめっちゃしてる、はい、大丈夫です。で10時がほらスティックが X 型、本当だ。これがタダでもらえるんですか。まあ要は5000円買えばもうもらえる。え、でも先着なんで結構早くしないと買えない。え、でも各会場一応あるんですか。あると思います。なるほど、はい、各会場先着であります。これがもらえるというわけですね、はい、気になる方はちょっと早めに足運んでいただいて、はい、先行とか行ってもらえれば、はい、はい、まあ、会場に来れない人はあの通販サイトのギャラクシーボードでブロードです。あ、ギャラクシーブロードで今はやってないです。買えないんですね。今は買えない。先行ちょっとやってたんです。先行はやってたんですけど、はい、もうギャラクシーボードでは買えないということで。ギャラクシーブロードですね。じゃあもう会場で買うしかないですね。そうですね。現状は。はい。まあ余ったらまた売られると思うんで。ではもうすぐライブなんで着替えてメイクして。いや本当にもう時間ないです。マジで曲覚えて。時間ないです。はい。急ぎましょう。練習します。はい。じゃあさよなら。